この問題を、ね、受けてジャニーズの何人かにちょっとまあ間接的に取材したんですけど、要はこれね、なんとかしてセンター取ったとか言えないっちゅうわけです。まあ確かにねと。でもここまで来て言えるでしょ。いわゆるジャニーさんの昔はあそこをね、ジャニーさんのあそこを舐めなきゃいけなかったらしいんですよ。今の若い子たちはもうお前ら言っても舐められるだけだから、俺たち舐めさせられたんだぞっていう、もうジャニーズ事務所の中で有名な話で、このね、ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長、ええかげんせえよ、お前知らんと言うわけ。もうほんと何知らんかこと言ってんねんと。もう全部見てました、これね、おじさんのこと噂も聞いてたし話も聞いてますと。被害出てました。私はそれを知ってて、これまでね、BBC の取材とか無視してやってました。もうついにここまで来て仕方なく喋ります。そうだよ、お前。これまでどんだけ被害を作ってきたんだよ。もうテレビ局もそうだよ、NHK の特にそう。NHK こそこんなの紅白歌合戦なんかしてる場合じゃなくて、こう、ジャニーズの事務所、問題やれよ。